クリストフルボーはフランスパリ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。フランス A 代表として2試合の出場歴がある。ルアーブル AG の下部組織出身で PSG 戦でトップチームデビューを果たし、リーグの最優秀 GK 候補にノミネートされた。PSG に移籍後はベルナール・ラマの控えとして過ごしたが、出番を欲してチームメイトだったポール・ルブエンを頼り、 スタッドレンヌに移籍した。その後2000年にはトゥールーズ FC に移籍し、セージ GK としてプレーしたが2006年にファビアン・バルテズの加入を受け、レンヌに復帰。シモン・ポプランの控えとして1シーズンを過ごした後、11年ぶりにルアーブル AC ーーに復帰。リーグル優勝に貢献し、2度目のリーグル最優秀 GK 賞を受賞した。2010年に現役引退。 引退後も、ルアーブルのスカウトとして残留した。2012年からは、スポーツディレクターとして活動していた。2021年5月6日、ルアーブルにある自宅ですでに亡くなった姿で、発見された。死因は明らかではないが、地元メディアは突然死ではないかと報道している。49歳没。ありがとうございます。